オーロフ・シェート・コヌングが洗礼を施された可能性のある井戸。左上はオスカル2世の署名のある彫刻である。表示は、アイ、コリン・ハーナ・ダンファー・ダ・プッツ・ア・マクリング・アール・セン・オローフ、スコト・コン、ンスベリエ・フォーシュタ・クリストン・コナング・ AF、イングルスク・ミー・シャネリン・シンゲフレットと読み取れる。2005年8月10日撮影。オーロフ・シェート・コヌングは、スウェーデン王。オーロフは、 スウェーデン中部のスベア人、南部のイエート人の双方を支配したことが分かっている。中で最古の王である。父はエリク六世、母はスコグルのトースティの娘のシグリーズ。999年、または千年のスボレドの海戦においては、デンマークオースベン一世らと連合し、ノルウェー王オーラブ一世とリュクバソンと戦い、これを倒した。オーロフは1008年頃、 キリスト教の洗礼を受けた。スウェーデンは北欧では最も遅くまで異教の影響が残った地域である。オーロフはキリスト教徒となった後もガムラウプサーラで9年に一度模様される大義制裁の司祭を務めたが、それはガムラウプサーラが異教にとっても多い継承にも関係する政治にとっても重要な地であったためである。オーロフ以後、スウェーデンの王はキリスト教家していったが、 12世紀にキリスト教側が勝利するまで歴代の王は司祭を務めていた。オーロフはまたベステルイエートランドのスカーラに司教座を置いた。スウェーデンでのキリスト教家はこの司教座が中心となって、シグトゥーナにあるオーロフ・シェートコヌングの造幣所の写真。シグトゥーナでオーロフ・シェートコヌングによって鋳造された効果。オーロフはスウェーデンの貨幣鋳造にも乗り出している。 ウップランドに属する地方のシグトゥーナにおいて、オーロフが効果に印を打ち付ける際、オーロフは、王を表す単語として、レックスを用いた。効果の場合、オラフレックスは、オラフレックス、または、オラフレックスと表示された。ラテン語の使用は、オーロフがこの時に、すでに洗礼を受けていることを示唆していると考えられる。シグトゥーナは、シスン、ジント、ジートネテまたは、 と表記された最後の二つの単語は、神のシグトゥーナを意味する SID だと解読されている。一方、貨幣は、時代や様式において、イングランドのペニーカを模していた。これは、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーの三国の共同感情のもとで、ゴットウィンという名の人物が、貨幣の鋳造を行ったためで、三国ともエゼルレット二世時代の十字架を、 あしらったペニーカに似た効果となった。しかし、スウェーデンでの貨幣中造は、その目的が経済的なものではなく、政治的なものであったこともあり、オーロフとその子、アーヌンド・ヤーコブの知性が過ぎると収束してしまった。アイスランドの詩人、ハルフレズの生涯を伝えるサガでは、オーロフのもとをハルフレズが訪ねて、死を献上し、これを喜んだオーロフが彼に、 スウェーデン滞在を進めたものの誇示された経緯が語られている。なお、シェートコヌングの名の意味は不明とされている。ヒースマン姿子は、ウールブ従属王、久光中兵は、ウーロフ風王と呼んでいる。熊の P27 の年表によれば、洗礼を受けたのは千年。ありがとうございます。